って、残って、プッシュを押すっていうのは筋力が必要なので、中学生とか小学生クラスはかなりきついと思います。振り込み足の方を意識するんじゃなくて、逆の左足のプッシュを意識した方が僕はもっと前に上がるんじゃないかなと思います。あ、なるほど、そういう体の使い方があるんだとか、右足を出してって言ったところで、そうなると右足を意識しちゃうんですけど、逆に左足を引くことが大事だったりとか、新しいものの考え方や見方が私もこうできるので、すごく勉強になります。なかなかこうプロのトレーナーさんからの目線で体の使い方なんかをバドミントンのプレーでそれをやるってことはなかなかないと思うので、ぜひその体の使い方の部分で知識を得ていただいて、それをまあ普段の練習の中で意識しながらやっていただきたいなと。こっちの硬さとかそういうのが原因で、そもそも行きたいんだけど行けない。でも頑張らなきゃいけないから膝を前に出して上げるんです。そうすると皆さんの膝が痛みだったり、それが次の動作が遅れてきたりするので、そもそも改善しなきゃいけないところは皆さんの背骨かもしれないです。ここで、ね、引っ張られるんで、状態は前に前傾しなきゃいけない、腕の振り上げするんです。今回体の構造とかそういった点からの新しいアプローチで勉強できたので、なんか具体的な次これからどういう動きを取り入れていけばいいかっていうのがよく分かりやすくて、受けてみてよかったなと思います。使ってない筋肉がいっぱいあって目覚める感じがして、気づきが多い講習でした。体の使い方次第で自分の限界で広がっていくような気がしてですね、とても参考になってよかったです。知らなかったことをたくさん教えてよかったです。プレー中での体の使い方など詳しく知れたのでよかったです。肩甲骨が硬いんですけど、それを柔らかくする方法を知れてよかったです。今まで意識したことない細かい部分とかを知れて、これからもっと頑張ろうと思いました。せーの、ありがとうございました。バドミントンの技術的な部分は皆さん結構長い年月やってきてるので分かってはいるんですよね。ただそれがうまくできない、どうしたらいいのかっていうことがきっと悩みだと思って、持ち帰ってもらいたいですよね。これすぐ使えたいとか、さっきもだって、ああなるほどねってビデオ撮ってもらって、これをすぐ持って帰って、よしやろうかなって持ち帰りがたくさん参加者にとって一番ベストですね。楽しそうですね。思います。